いるかい？はい、どうもね、はちみつボーイです。今回の動画なんですけど、この間ね、紹介したグリーンイグアナの緑屋がちょっとね、めっちゃショックなこと起きたんですよ、本当にね。で、その、まあちょっとショックなことの、報告と、もう一つが、まあ餌やりをちょっとね、やっていこうかなって思います。いや、本当にショックでしたよ。じゃあちょっとね、早速行ってみましょう。どうぞ。はい、緑屋です。結局ね、ゲージの方移動しました。まあ高さがある方がね、イグアナはいいんで、という意味で、こっちのゲージにね、引っ越してきました。で、めっちゃショックなことっていうのがこちらです。いやー、マジでショック。いや、っていうのが、自分がね、こう仕事から帰ってきて、ゲージを見たら、ゲージのね、こうど真ん中に緑屋の尻尾がポロンと落ちてました。で、イグアナをね、多頭飼いしているちょっと知り合いの方に聞いてみたんですよね。その何かに引っかかったとかそういう感じじゃなく、ほんとゲージのね、ど真ん中にポンってこう尻尾が落ちてたような感じなんで、なんで自切りしたんでしょうか、自切したんでしょうかっていうことをね、聞いてみたら、どうもその原因がね、ラックスっぽいんですよ。っていうのが、まあこの子まだちっちゃい、まあ見ての通りね、こんぐらいちっちゃい子なんですけど、ラックスは放し飼いなんですよね。まあラックスっていうのはうちのブルーイグアナなんですけど、で、その子結構下に降りてきてるんですよ。で、多分ラックスが緑屋を見つけて、で、多分まあ威嚇したか何かしたかの拍子に、多分もう怖くて尻尾を切っちゃったっていうことが、多分今のところね、一番考える原因だということで。そうっすね。いやー、ショック。本当に。まあでもね、尻尾切れちゃってるんですけど、まあ、餌食いとかはね、全然心配ないぐらい食べてくれるんで。まあそこはね、唯一の救いですね、本当にね。まあということでね、早速ご飯をあげていきたいと思います。はい。緑屋タンでございます。で、緑屋はね、今、小松菜とフードをメインでね、ちょっと揚げているような感じになります。いるかい？いるかい？そう、結構ね、今この置き餌はまあしてるにはしてるんですけど、自分がねいる時はこう手渡しであげるようにしてるんですよ。というのが、緑屋がね結構手渡しでもね食べてくれるんですよね。ほんとピントが合わんの。そう、あ、食べた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 、かわいいでしょ。食べた食べた、おいしい、おいしいね、小松菜ね。そうで、緑屋はね、まだちっちゃいんで、ちっちゃいんでね、1日に2回、朝と夕方同じ量をあげています。
美味しい。ちょっとね、明るいね、紫外線ちょっと切りましょう。これでどうや。うん、見やすくなった。そう、すごいね、こうやってちゃんと手からね食べてくれるっていう。いいじゃん。めっちゃ可愛いでしょ。こんなん見るとね、ほんとちょっとね、イワナ飼いたくなるでしょ。そうなんすよ。え、緑や。こうやってね、ちっちゃい時から、手のひらでね、あげるようにしていたら、慣れが早くなるんでね。これはすごいおすすめです。あ、ラックスか。ラックスおった。ね。いらん？いらないかい？もう、いらないっぽいですね。どう？遊びたい？遊びたい、カスカ。めっちゃ綺麗でしょ。うっ、尻尾。もうめっちゃショック。でした。いらん？うん。でさん。気になるね、いろいろね。もう気になってしょうがないみたいです。じゃあ残りはね、大きい絵であげようかなと思います。ね、緑や。僕ご飯食べてますよって。どんな体勢で見よるのねえ。そんな見にくい体勢ある？いらん？あと家で食べる？家食べるかい？いや、そうなん、いらんの。じゃあちょっとね、緑屋をゲージに戻したいと思います。はい、緑屋ご帰還です。で、ゲージがね、こっちの方を使っています。45×45 の高さが、60センチある縦長のゲージですね。で、バスキング、ちょっと今ね、紫外線が明るいんで、カメラがね、ちゃんと撮れないんで紫外線を切っております。で、こんな感じですね。食べた、緑屋。そう。で、ちょっとね、下汚いんですけど、まあ、水入れと小松菜っていう感じですね。そう、可愛いんですけどね。いやー、尻尾がね、ほんとショックっすね。で、ここからね、まあ、ちょっとだけ生えてくるっていうことなんで、まあ、ラックスもね、尻尾ちょっと切れちゃってるんで、まあ、時期ちょろっと生えてくるかなっていう感じで、で、イグアナはね、ベビーの時ほんとすごい湿度を高めにした方がいいです。なんで、まあ、湿度はね、基本的に結構高めで、面倒見てあげてみてください。まあ、ベビーを飼うっていうんであればね、そっちの方がいいと思います。で、今は、小松菜だけなんですけど、朝、フード小松菜。で、自分家では、夕方に小松菜だけっていう感じで、まあ、面倒を今見ている感じになります。でした。めっちゃ綺麗ですよね、この子。そう。っていう感じですね。じゃあ今回のね、動画はこの辺で終わりにしたいと思います。
終わりにね、したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。